家庭裁判所の裁判官、においてどれほどの、裁量権の幅というかですね、裁判官の独立というものが与えられるべきなのか、あるいはそうでないのか、一定の制約がなされなくちゃいけないのかという話であります。裁判官の独立、これはもう本当に憲法上の大原則でもありまして、ご承知のとおり憲法76条3項にすべて裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束されるというふうにあります。でこれはもうもちろんその趣旨といいますか、司法権ですね、の執行に際してまさに、最後の、正義の番人といいますか、よりどころとして、裁判所が設置されている、そのことで、それからまた判断が妙なですね、政治的な、その法に基づかない、配慮とか、そういったものをなされないようにと、それによって正しい、まさに正義を実現する、判断を裁判官が行っていくと、そのために、裁判官の独立、というものが定められているかと思うんですけれども、ただ、なかなか、やはり正義って言いましても、特に家事事件の場合ですね、その家庭内の、離婚ですとか、この監護権ですとか、そういうふうに法が、法といいますか国家権力が、家庭の内部に、介入していく話にも、なるわけですよね。ですので、実際判例でもありますけれども、例えば裁判の公開というのが憲法上82条で大原則として定められておりますけれども、非正事件については、これが当てはまらないと、非公開でも結構と、そしてまた手続き面においてもですね、職権探知、ということでですね、当事者が主張しないものであっても、裁判官がこれを、証拠調べすることができると、こういった手続き等が定められているわけですけれども、その際やはり司法権の範囲というのが問題になってくるかと思います。よく言われるところではですね、これは学説上の概念ですけれども、法の解釈適用によって権利義務を確定して、それによって紛争を終局的に解決する。これはまさに正義に基づく判断がなされての話でありまして、こういった家事事件のようにですね、法の解釈適用といった杓子定規なことでは解決できない、紛争について、裁判官が判断を行う。ここがですね、そういった意味では先ほど言いました、裁判の公開についても、憲法上の例外として非正事件、というものが、実際制度として存在しているわけですけれども、質問としてはですね、要は家庭裁判所の裁判官の裁判官の独立がどの程度の範囲なのか、全く他のですね、裁判官と、同じ程度にまで、全く、制限されないものなのか、あるいは、このことの、性質に応じてですね、一定程度、制約といいますか、通常の行政機関であればですね、当然上級庁の指示、指導に基づいて、行政を行っていくわけですけれども、特にこういった貢献的なですね、貢献的というのは後ろで見るという方ですけれども、家庭に対して、介入を行っていく家庭裁判所の裁判官、のその独立の範囲についてどのようなお考えなのか、確認させてください。最高裁判所事務総局豊沢家庭局長。委員ご指摘のとおり、権利義務の損費を確定を目的する訴訟手続きにつきましては憲法上公開耐震の保障ということの規定がございます。それに対しまして一定の貢献的な立場から裁量的にその権利義務関係を形成していくと、そういった作業を営む秘書の手続きについては、そういった保障は及ばないと、こういうふうに確かに違いのあるところではございます。しかしながら、委員ご指摘のとおり裁判官の職権行使の独立につきましては、その趣旨は裁判の公正を保つという観点で、裁判官に対する干渉や圧力を排除すると、そういう趣旨の規定でありまして、家事事件につきましても、秘書の裁判とは申しましても、裁判官による裁判という形を取っております以上、職権行使の独立の保障は、当然にそこにも及ぶものだというふうに考えております。この点については司法内部からの干渉の排除も当然、含まれております。
ております。なんで私がこういうふうに問題提起しているかといいますと、やはり特に離婚に際してですね、協議離婚に際してこの看護権、おそらくこれから江田大臣の頃にも質問させていただきましたが、ハーグ条約ですとか、まあ、その関係も出てくると思うんですけれども、要は家庭裁判所のその審判がですね、どうにもやや不当ではないかというふうに言われるケースが、まあ、相当報道されていたりします。どういうことかというと、例えばドメスティックバイオレンスを理由としてですね、家事審判の申し立てがなされて、まあ、その中で事実認定としてですね、実際 DV がありましたと、母親 の方にですね、まあ、看護権をというような審判がなされた例もあると聞くんですが、ただ実際このじゃあ DV があったのか否かというところで、私が聞いた、その、まあ、報道もされておりますけれども、事例によればですね、別途刑事事件として、その、まあ、暴行罪あるいは傷害罪でしょうけれども、まあ、告訴がなされて実際に、起訴もされて裁判所に一旦行ったんだけれども、まあ、実際には多分事実がなかったということだと思うんですけれども、取り下げられたと。にもかかわらず家事審判においては DV の事実が認定されてしまって、で、この看護権がその結果としてですね、認められなかったという事例もあるように聞きます。まあ、これは一つの事例なのでそれについてどうこういうつもりはないんですけれども、やはり裁判官というのは法解釈の法の解釈適用の専門家であったとしても、まあ、実際ですね、こういった家事事件といいますか、家庭内のその、まあ、人情の機微といいますか、家庭内のですね、いさかいに対して、やはりこれは各家庭あるいは各個人によって考え方もだいぶ違うことだと思うんですね。また司法試験のですね、問題から言っても家族法ですとかほとんど、出た試しがありませんし、そういった人情の機微に、まあ、まさに貢献的に裁判所が、まあ、裁量権を持って介入していく、こういった事例においてですね、まあ、不当といいますか、事実認定も含めて、やや不当と、まあ、思われるような事例が生じているのではないかという、まあ、指摘もなされているわけです。で、まあ、そういったときに、例えば昨年ですね、この法務委員会でも、まあ、審議しました民法の改正においてですね、この利益というものを最大限に尊重して、看護権のあり方等についてですね、まあ、判断しましょうという民法の改正も行われているんですけれども、それを全く無視するかのようなですね、いや自分は裁判官なんだから、まあ、そんなの全然関係ないよと、国会でどんな議論があったのか知らないよというふうに公言する裁判官も、家庭裁判所の裁判官も、まあ、いたやにお聞きしております。まあ、そういった意味で、まあ、これも憲法上の学説上の話なんで、まあ、水かけ論になるかもしれませんけれども、その、司法権の範囲っていうのを厳格に考えていくとすれば、こういった非正事権というのが、この憲法82条の適用がないかのようにですね、やはり、家庭裁判所の裁判官の裁量権の範囲というのも、おのずとですね、制約される部分があるんではないか。特に、法改正が行われた場合に、最高裁判所なりがですね、しっかり指導をして、こういう、法改正があったのであるから、今後、家事事件については、これまでの、継続性の原則っていうふうに、まあ、通常言われるらしいんですけれども、まず子供を自分の手元に連れてきた親の方が、看護権を得られる場合が多いと、実際ですね、裁判例としては、まあ、裁判、審判例としては。まあ、こういった原則は、今後は、この利益からすればそうじゃないんですよと。で、そうやって DV の嘘の申し立てを、まあ、仮にですよ、したような親がむしろ得をするような、そういう審判がなされると、まさに、裁判所に対する、司法に対するですね、信頼が損なわれるんじゃないか。そのためにも、それを防ぐためにも、上級庁、まあ、例えば最高裁判所の事務局なりがですね、しっかりと研修を行う、あるいは国会でのどういった議論でこういうふうな法改正がなされたということを伝えていく、こういったことも必要だと思うんですけど、もちろん個々の裁判内容についてですね、まあ、介入していくというのは、まあ、あってはならないと思いますけれども、一般的な意味でですね、しっかり法改正の趣旨ですとか、これまでの裁判準則、例えば継続性の原則というのは、今後は当たり前と思わないでくださいというような指導は必要だと思うんですけれども、それもですね、今までのところ裁判官の独立という名のもとにですね、
何も、まあ何もとは言いませんけれども、ほとんど強く言えてない。それで一方で、まあ不定の輩と言いますか、裁判官独立しているのが文句言うなというふうに、まあ言ってる、まあ裁判官もいるやに聞くんですけども、これこそ本当に裁判官の独立じゃなくてですね、裁判官の独善に陥っているんじゃないかと思うわけですけども、この点、どのようにお考えになるのかお尋ねいたします。豊沢家庭局長。委員のご指摘のような、まあ、報道等がなされているということは承知いたしております。法改正、等が行われた場合、新たな定められた法律の趣旨に則った法の解釈適用、あるいは実務の運用というのがなされるべきことは委員のご指摘の通りでございます。まあ、先ほどの、まあ、裁判官の職権行使の独立との関係もありまして、上級庁であるからといって、個々の裁判に関して、何らか命令とか指示とか、まあ、そういうことはできないのは、まあ、委員のご指摘の通りでございます。ただ事務当局といたしましては、まあ、これまでもその法改正、等がありました場合にはその立法の経緯やその趣旨をについても周知をするように努めてまいりました。委員のご指摘の民法等の一部を改正する法律、この4月から施行になっておりますが、まあ、これに関しても法律の内容のみならず、まあ、その趣旨についても国会における審議の会議録の抜粋を所管に添付する形で周知を図ったり、また研究会等の機会を利用して立法の経緯や趣旨について説明するなど周知を図ってきているところでございますし、まあ、今後もこういった取り組みも継続的に行って、実務のサポートを行っていきたいというふうに考えているところでございます。櫻井君。いくつか対処の仕方はあると思います。今おっしゃったように、きっちり一般的なその意味でですね、法改正なりについて、しっかりと研修を、施す、あるいはその周知を図る、ということを、ぜひ最高裁判所の事務総局でもやっていただきたいですし、またそれとともにですね、ここから先は、いや、立法論なので、我々、立法府のものが考えなくちゃいけないんですけれども、やはり、例えば事実認定のあり方とかですね、まあ、今の制度が全然ダメだというつもりないんですけれども、先ほど申し上げたようなですね、ある種、他の刑事事件が取り下げられて、亡くなったにもかかわらず、そのことを全く反映しないような事実認定が家庭裁判所でなされたと、まあ、こういったことがないように手続きをですね、もうちょっとしっかりと定めていくですとか、それから、まあ、実際のですね、まあ、こういった事例に際して、まあ、裁判官の、まあ、やはり独立の範囲というものをしっかり限定していく必要があるんじゃないかと私は思っています。で、なぜかというと、一般の民事事件ですね、まあ、もちろん地方裁判所は一人で、まあ、裁判長一人でやるわけですけども、こういった家庭内に入っていくというとですね、やはり裁判、その担当の裁判官個人のですね、意向というか、家庭に対する思いとか、世間一般とかけ離れている場合があるので、今の一任制というのを家庭裁判所に関しては、まあ、合議制にするとかですね、まあ、いろんなやり方はあろうかと思います。で、まあ、もちろん今申し上げた手続き面、あるいは裁判所の構成どうするかというところなので、これ立法論になりますので、我々自身が考えなくちゃいけないんですけども、まあ、そういった工夫も凝らしていく、必要があろうかなと。いうふうに思っております。特に家庭裁判所ですね、家事事件というのは、結構そういった意味で、まあ、非常事件ということもあってかですね、軽視されて、やや軽視、通常の民事事件に比べて軽視されている節もなくはないんですけれども、でも、各個人、人間一人一人で考えてみますと、民事事件では結局はお金で解決するものが多いと思うんです。でも、家事事件の場合は、まさに人生の大変大きなですね、お金に換えられないものについて裁判官が判断していく。より重いですね、判断がなされていくわけですよ。その当事者にとっては。そういった意味で、今のようなですね、まあ、ちょっと言い方悪いんですけども、裁判官の独立が独善に陥らないような仕組みづくりを、今後やはり検討していく必要があると思うんですけれども、まあ、最後、大臣に今後の方向性、検討の方向性等についてお尋ねいたします。武井法務大臣。基本的には、先般、司法事件法の改正であるとか、
そんなことで議論をしたわけでございますけれども、今の問題はその時の議論ではないテーマであったかと思います。いずれにいたしましてもご意見は受けたまりましたので、その辺のところをよく意識した上で今後の課題とさせていただきたいと思います。